バスケットオークラジオ。はい、皆さんおはようございます。第304回目バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸とシップです。どうもおはようございます。もうこのテンション初めてやね。もう僕もなんかちょっとあのすっぴんを見られた女の子的なあの恥ずかしさがございますが、なんでですか。いや、やっぱりねえ、今午前8時10分じゃないですか、はい、はいはいはい。なんかこういつもとテンションも違えば、なんか声も僕なんかちょっと起きてしばらく間がないっていう感じじゃないですか。女子かい。なんかちょっと恥ずかしい、恥ずかしい。いやいや女子か。いやなんかね、昨日何時やったっけ、深夜1時ぐらいですね。1時ぐらいか。はい。に、2時に仕事が終わるというのも1時にメッセージで来てね。そうですそうです。ね。で僕はもう1時の時点でもうすでに寝てしまってて。いやー無理っすよ、まあ、一応ね仕掛けとしてはね、うんうん、大先輩の、うん、H 本さんに、うん、強強打破を、うん、岸さんに渡してもらってるんですよ。そうやね。でもうそれを飲んでないんやろうなと思って。飲んでないよね、ごめん。そういうところやんな俺。そこですよ。だって、うん、ミンミン打破から強強打破に変わってるっていうところがすごいですよね。ちょっとさ、そ後輩からそのアシスト怖いもう。この前もらったばっかりやで、ミンミンだ。しかも来るとか言ってないけど、ね、なんか発信がくれてんで、あれ。言うてる。え、あれは発信がくれたんじゃなくて、裏からキリが手を回せたのあれ、ミンミンだ。いや、そこは違いますけどね。これは発信なんや。はい。あ、そうなんや。ほんで、2回目の強強打破は、はい、キリが手を回して発信に渡したんや。いやまあそんなこともないですけどね、橋本さんが、うんうん、まあ、バスラを やるには、うん、岸さんにこれ渡しとけばできるかなっていうところの知恵ですよね。ああなるほど。はい。もうちょっとね、知ってる？ちょっと話取れてもいい？どうぞどうぞ。ミンミンダハってさ、はい、俺昔免許の更新の時に、はい、その前日に飲んでもう眠で行ったことがあるんですよ。はい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 。でもこれやばいなと思って、ほんであんなとこ寝て怒られるの嫌やし、ミンミンダハを飲んでシャッキリしようと思って、はい、飲んでんけど、飲んでも眠いねんやっぱり。あ、そうなんですか。別に眠さが取れるわけじゃなくて、はいはいはい、眠さは眠いわけよ。はい。でも寝れないっていうだけの話やって。へえ。わかる？だからもうちょっとすごく眠いから、教官の人が喋ってるやん。はいはいはい。あの時にこう机にこうね、なんか授業中寝る体勢ですよ。はいはいはい。あれでも眠くて眠くてしょうがないから寝てしまうと思うやん。はい。絶対寝れない。へえ。ただただただ眠気はあるっていうね。へえ、僕飲んだことないんですよ。そうなんや、怖いよこれ。じゃあそのミンミンダハのさらに上のキョウキョウダハっていうのは飲んだことないんですか。もうこんなん毒でしょ。こんなん怖いよ。ミンミンダハでもちょっと毒々しいのにさ、そんなんキョウキョウダハを先輩に飲ましてでも収録させようとする。ほんまに怖い怖い。なんかミンミンダハのこう矢印が書いててミンミンダハの上超えていくみたいな書き方してるけど、強強打破って。それって、味は大丈夫なんですか？いや、わからんよ。濃いコーヒー味って書いてる。はい、あ、そうなんですね。前、ミンミン打破飲んだ時は、そんな別に大丈夫な感じで飲んだんすか？前のミンミン打破？はい。もう何年も前でしょうけど。ああ、そうそう、それは。普通に飲めたんすか？普通に飲めたいうかさ、もう飲まんと、やばいなと思って、寝てしまいそうやなと思って、飲んでる。なるほど。うん。岸さんは結構栄養ドリンクとかそういったの飲む派ですか？いや、そんなしょっちゅう飲まないね。でも、はいはいはい、
あ、いや本当飲まない方やと思う。ああ、なるほど。うん、だってキリは？僕はね、レポビタンデーの味が好きなんで結構飲んじゃいますけど。リポデー好きなんだ。そうですね、高校ぐらいから好きですね。リポデーみんな飲んでたよね。なんか別にこれを飲んだから元気になるとかそういうんじゃなくて、普通に味が好きですね。ああ、そうなんだ。はい。リゲインとかそんなの飲まへんの？なあ、リゲインとか飲まないですね。オロナミン C もちょっと炭酸入ってるし飲まないですね。ああ、そうかそうか。はい。まあいますよね、レッドブルが好きでずっと飲んでる人とか、そういう人いますよね。飲んでる人いるよな。はい、うん、まああれの人もやっぱり別に元気になろうとかじゃなくて味が好きなんでしょうね。いや、どうなんやろう、俺もよく分からへん。なるほど、うん、いや今日の前置きすごかったっす。全然知らなかったっす、そんな話。眠くても寝れないっていう話。そうです、そうです、そうです、そうです。ああ、そうなのよ。いや、ほんでさ、こう疲れて若干なんか胃が弱ってんねんな。はい、今の状態ですか？今な。はい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 、うん、なんか食べたら胃もたれするみたい。俺あんまり腹痛いとか胃が痛いとか言ったことないやろ。っていうか聞いたことないでしょ。ないです、聞いたことないですね。うん、俺でもやっぱり年取るにつれて胃もたれはしてきません？いやー、でも、うん、最近してるな。そうなんやろな。うん、あと食事にもよると思うんですけど、うん、胃もたれしますね。するんだよ。だからもうそんなミンミンダハを飲めないし、はい、ましてやお前キョウキョウダハとか怖いよ。怖かった時、え、なんなんやろと思ったんすか？いや、なんか、あ、俺疲れてるからあれかなと思って、キョウキョウダハでも飲んで、はい、これでも栄養ドリンクじゃないんだよね、発信違うんだよねとは思ってたけど、まさか夜にお前2時からの収録頑張ってくださいっていう意味やと思わへんやん。なるほど、ほんまに橋本さんは何も言わずに、あ、リサこれどうぞってそれだけだったんですね。あのね、なんかちょっと声をひそひそめにして、なんかこれ何も言わないで飲んでくださいって言われて、なんか俺なんか賄賂かなんかかと思ってさ、なんかええもんやったらどうしようと思って開けたら強強打破やってさ、またかいっつって前ミンミンダハで前強烈になっとるやないかいっつって何やねんこれっつって、いや、あの飲んでくださいみたいな、はい、なるほど、そんなそれで今のここにつながってんすね。そうそうそう、そんな言われ方でもらいましたよ。 笑えるわ。あ、なんかね、嬉しいよ。でも後輩愛なのか、はい、あのただ単にバストラ聞きたいから収録しろよお前っていう、あのね、事故の欲なのかよくわからないけどさまあどっちもなんじゃないですかね。うん、でもそうやってもらうね、ありがたい話でございますよ。はい、うん、さあ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 、はいはい、そろそろ皆さんお待ちかねバストラやりましょうよ。行きましょう、ね、もう2試合あとっていうところまで来ましたね。昨日結果出てますけども、そうそうそう、連投してきたからね、最後までこれ行きたい、はい、うん、行きましょう、はい、まあ、男子から行きましょう、お願いします。はい、やっと昨日昨日ですね、インターハイ2018決勝戦、うん、両チームどちらが勝っても初優勝という、そうやね、はい、夢の舞台やってきました。ちなみに開志国際はここまで創部5年なんですよね。新設校なの？新設校なのかな、それともバスケットができたのかな、どっちかだと思うんですけど、おそらく新設校だと思いますね。あ、そうなんだ。はい、で、まあ、このパターンというと北陸学院もそうだったんですけど、うん、やっぱり、土台は一緒ですね、北陸学院の場合は富水中学からの上がってくる、うん、北陸学院っていう感じにスーパースター大倉壮太がいたんですよね。で、今回の方は、新潟県の本丸中学からの開志国際っていう感じのパターンなんで、そういうルートなんか、はい、で本丸中で指導されてた富樫選手のお父さんですね、うん、が、そのまま開志国際に上がり、本丸中の選手たちと、うん、まあ、約6年間とかそういった感じのつながりを持っての今回決勝戦に迎えたっていうところですね。なるほど、そういうことか。6年間じゃあ、はい、富樫選手のお父さん見たんだ。
そういう感じになります、ね、今の子供たち。はい、なのでやっぱり意思の疎通とかコミュニケーションとかはやっぱり他よりちょっと長いっていう感じですよね。それと全国取るための難しさなんかも、はい、もう富樫選手のお父さん経験されたんやろな、うん、そうですね。本丸中もやっぱり名門中の名門でやっぱり全中とか出てますんで、そういったところの経験もやっぱり生かしながら、ちょっとやっぱりカテゴリーが高校になったっていうところがもしかしたら難しさとかそういったのはあったかもしれないですけど、はい、まあ、そこにちょっと留学生も加わってのっていうところの、ハイレベルなバスケットを展開してくれたって感じですよね。そうやね。はい、いや、まあ、どうぞどうぞ。はい、まあ、注目の1ピリはですね、やっぱ開志国際の、エルハジ・ハサンのバスケットカウントから始まりまして、ここで3対0と、はい、で続いて大栗選手の3で6対0と、まあ、開志国際このインターハイ全てがですねロケットスタートで、出だしいつも好調なバスケットをしてるんですよ。ああそうなんだ、はい、まあ、今回もちょっとこの 1P で開いちゃってワンサイドになるのかなっていうのもちょっと思ったんですけど、流れはまたちょっと中部の方の、まあ、井戸選手っていう3年生をちょっと投入して、流れを変えようとしたんですが、それでもやっぱり開志国際の勢いは止まらず、そのまま 1P に流れていきそうな形から、開志国際ちょっとタイトなディフェンスじゃないですか。結構ディフェンスは何なの開志国際。ですね、その時のディフェンスは、ハーフで厳しく、ハーフの門前の方から厳しく捕まえてましたね。おー、マンツー、ね、はい、マンツー、はい、そうですね、でやっぱりちょっと笛が厳しくなったりとかっていうのもあって、すぐチームファウルが、5つに達してしまって、開志国際のね、はい、なので中部第一はそこで着々と、フリースローで得点を重ねて、はい、1ピリはなんとか15対16っていう感じで接戦で、なんとかっていう感じだよ、はい、15対16、はい、開志国際が1点リードっていう形でしたけど、内容自体は開志国際が押してるっていう感じでしたね。はい、2ピリに入りまして、今度は中部が先に先制したんで、ここで逆転もするんですけど、はい、開志国際の方はこの3名ですね、ジョーンズ、あの1年生の子ですね、やっぱり、あ、1年なんや、はい、1年生って言ってました。で和田選手、この選手のサウスポーの外からの外角のシュートと柔らかいこう1対1のタッチ、それからもうスピードっていうのはもう圧巻でしたね。ああそう、和田選手、はい、はい、あと小池選手も果敢にやっぱり攻めてくるんで、この3名が、2ピリは非常に光った形で、はい、特に中部のオフェンスのセレクションがちょっとね悪くなってくると、すかさず開志国際はブレイク、そこでもう速攻で2点取ってくるんで、ああそうなんや、はい、まあオフェンスのセレクションが悪いって言ってもどう悪いかっていうと、パスがポンポンとつないで相手からシュートを打つっていうんではなくて、ちょっとやっぱり駆け引きで開志国際が引いたりとか、ディフェンスをちょっと離したり、このタイミングで打っても入らないよっていうところは、ちょっと間合いを逆に開けたりとかするわけですよ。そうすると、どうしよう、どうしよう、いや、打っちゃおうみたいな感じで打つと、はい、必ずやっぱり落ちるんで、それわざとやってる感じが見て取れるの？どうなんでしょう、やっぱりわざとかどうかって言ったらあれですけど、やっぱりこのタイミングがやっぱりバスケットとしてリズムに合ってないっていう形で打つなら打てばっていうふうにちょっと見えたところもありましたけど、あすごい面白い、まあそれでブレイクを特に走るのは和田選手なんですけど、まあそこにパスを入れるガードの選手もやっぱすごいですけど、ね、それを読むのあれは5番の子の名前なんつうんでしたっけ、小栗、あ、小栗選手かな、小栗選手からのパスで、和田選手が、頭一つ分ぐらい出てる形で、ボールをキャッチしてそのままリングに向かっていくっていう形がほとんどでしたね。そうなんだ、はい、まあ、ここでやっぱ一番今回の試合で最大の得点差7点差がつけられて前半終了っていう形ですね。なるほど、よ、めっちゃわかりやすい、
うん、まあ、最後チーム第一が3を放つんですけど、やっぱり入らず、28対35開志国際リードで折り返します。はい、サンピリ、今度も開志国際ユセフが3つ目のファウルになったんですよ。ここでやっぱりちょっとまだ早すぎるというところから、一度開志国際を下げるんですが、チームがここから反撃を開始します。ユセフ下がって影響あるんかな。はい、おそらくですね、常田監督はここでインサイドにボールを集めて手堅く得点を取るように多分指示をしたと思うんですよ。で、留学生の なんていう名前だったかな、チーム第一の留学生にボールを集めて、ここでも得点をどんどん重ねていくんで、一進一退の戦いになりまして、勝負は残り10分っていう形に、持ち越されました。このクォーターは、完全にチューブ第一が押してましたね。はい、で最終4ピリどうなるかなっていうところで、開志国際は今度逆にチューブのクリバリ選手を徹底的に攻めていくんですよ。それはなぜかっていうと、3つファールから4つファールにして、この選手をもう退場させたいっていう感じでガンガン攻めていくんで、本来4ファールになったクリバリ選手の本来の姿っていうのはちょっと見せれなかったんですよ。15番の選手よね、クリバリ。はい、でもう15番の選手がもうはっきり言ってチューブ第一の生命線でもあるんで、この選手が残り8分を残して5ファール退場と。へえ、そうだよ。はい、でももうあれはね、思い出しとかないと、もう本当に残り10分だったんで、まあ、下げたとしても残り途中5分とか4分から登場させてると、もしかしたらその時点でもう大差が空いちゃって、勝負にならないと考えたかもしれないんで、あのまま出したんですけど、まあ、最後のファールもちょっと厳しいなっていうところはありましたが、ファイブファールで退場と。これはもう開志国際は流れ的にはもう OK っていう感じでしたね。そうやんな。はい、でこの時点で54対50、で残り5分という形で一進一退だったんですが、まあ開志国際の全てはこの小池選手の3が、この5分ちょっとぐらいのところでとどめを刺すんですよ。はあ、ちなみに小栗選手、はい、小池選手ね、はい、小池選手6の1のその位置、はい、でも6の1だけどこの位置がでかいんですよ、値千金。はい、もう54の50って、もう本当に結構4点でもディフェンスが両方ともガチガチで硬いんで、この4点差でも結構なアドバンテージがある状態だったんですけど、割合からすると大きいね。はい、でここで57の50になるわけじゃないですか。チーム、としてはね、残り5分切って7点差っていうのはちょっとね、今回のゲームでは詰めるのは厳しいと。このロースコアやからね。はい、だからやっぱりもう勝つためにはちょっと早攻め、もしくは3でちょっと早めに4点差3点差に追いつきたいという形のプレーに変えてきました。それがまた裏目になってしまって、逆に開志国際はここもきっちりリバウンドを取るんで、もうリバウンドを取ってからのまたブレイクですよね。ここでさらに7点差9点差11点差って感じで点数を広げてしまいます。なるほど。はい、で最後チームも執念の3を決めましたが、もうその時にはもう富樫選手のお父さんはもう渾身のガッツポーズというか、もう本当に喜んでましたね。その残り1分30秒切ってどんどん得点を重ねてる時に、これはいけるっていうところを、まあ、予感したんじゃないかなと。はい、まあ、このインターハイ私がもう予想した通りになりました。いや本当そうやね。はい、さすがキリはね、素晴らしい。いやもうナイスゲームでした、本当に。いや素晴らしいな。まあね、地元の愛知中部第一が勝つと、まあこの後女子が試合あるんですけど、女子の大岡学園も勝ったらもうアベック愛知優勝の地元開催っていうところだったんですけどね。ほんまやな。はい、ただまあそこは新潟県として、開志国際が
優勝という形で終わりましたけど、まあ、これまたあの新潟県としてはもうありめちゃくちゃ嬉しいんですよね。そりゃそうやろ。はい、もうこれで開志国際のウィンターカップは決まりましたんで、うん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 、そっか、帝京長岡の出番が来るかもしれませんね。ほんまやな。はい、またやっぱり桜ヶ丘も嬉しいんじゃないですかね。中部第一が準優勝したっていうことは愛知から2枠という形になりますんで。そうかそうか。はい、うん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 、というゲームでしたね。なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっともしスタッツがあるんだったらそこのちょっとポイントとかもちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど。はいはい、スタッツ今ありますよ。ちなみに両チームのキャリアハイをちょっと教えてもらいたいですね。両チームの、まず中部第一、はい、あスコアハイね、あスコアハイ、5番青木雄平選手、はあ、14得点、あ今日14得点、この子が一番得点取ったんですか。そうですね、中部第一の中でね。なるほど、この子もしかしたらスリーポイントそこまでだったかもしれないですけど、自分が見た中で一番入りましたね今回は。スリーは入ってますよ、8-4 50%、入ってましたね。しかも、うん、むちゃくちゃこの選手で救われてるんでね。そういうことになるね。はい、昨日のゲームは良かったです。はい、フルタイムです。あそうですね、うん、フリースローも 2-2 タッチが良かったんでしょうか。そうですね、良かったですね。それから開志国際のチームハイスコアハイ、和田選手やっぱり、あもうやっぱ光ってましたわ。うん、3は 5-1 から、うん、フィールドゴールは 9-7、 まあほとんどブレイクが多かったですね。あそういうことやろうね。はい、でフリースロー 1-1 リバウンドが11。あすごいですね、これもチームハイです。タイやね、ヨセフと一緒やから。はい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 、うん、で39分45秒、15秒間だけ抜けたんかな。なるほど、うん、そんな感じです、うん、ありがとうございます。はい、女子行きましょうか。女子行きましょうか、お願いします。すごい試合でしたよこれも。あーそう、はい、これはですね、岐阜女子と桜花学園の戦いとなったんですけども、うん、共にこのインターハイノーシードからの勝ち上がりなんですよね。だからまあ普通はシードだと1個少ないんですけど、うん、まあ相当そうなんとか体力を消耗する大会になったと思うんですよね、うんうんうん、でちなみにこのカードは4年連続同じカードとなります。そう、4年連続同じカードになるん。そうなんですよ、これなんだかんだ言って4年連続なんですよ。すごいなそれ。はい、まあ、昨年は岐阜女子が勝ちましたけど、うん、まあ、今回はどうなるかっていうところで試合はもう開始28秒ぐらいで動きます。桜花、うんうんうん、学園の坂本選手がまあ先制点、はいはい、それから平下選手のスリーポイント、はい、これでも桜花一気に来るかなと思いながらも岐阜女子もダーフェイのフリースローとか、うんうん、藤田選手の、ジャンプ、うんうん、これで、まあ、応戦していくんですが、うんうんうん、まあ、両チームともかなりあれですね、シュートタッチが良くて、うんうんうん、まあ、すごく得点が取る感じの1ピリに見えましたね。ああそうなんや、はい、うんうんうん、まあ、そんな中でもやっぱり両チームともタフなショットも打たせるんですが、うん、それも結構入って、うん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 、なので第1クォーターは18対18の同点という形で終わりましたね。おー、取ってるね。取ってますよね。18か、はい、うん、まあ、第2クォーターまた今度は岐阜女子ダフェイの得点でスタートし、うん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 、まあ桜花はアマか、うん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 、このマッチアップのヒートアップが半端ない、うんうんうん、もうバチバチなんですけど、うん、ファールは吹かれない形でのもうやり合いですね、うん、そうなんや、共に落とし合いっていう感じでしたけど、それがまたもう面白いの、リングにポロッと落ちるような嫌われ方、うん、両チームとも、へ、だからその度に会場が沸くわけですよ、うんうんうん、もしくは静まり返るっていうような。なるほどなるほど、アマカ選手1年生、天香選手は1年生なんですよ、うんうんうん、ダフェイ選手は
ダフェイ選手は2年生か3年生かどっちかだと思うんですけどね。そうだよね。はい。なるほど。うん、で、まあ、第2クォーターもほとんど一進一退、うん、一時期3点差ぐらいがついたのがあったかな、桜花の方に、うん、でもそれ以上は離れなかったんで30対31で桜花学園1点リードで、うん、このハーフを折り返します。面白いですよね、うん、さあ第3クォーターどうなるかっていうところで桜花学園が今度連続得点をマークしてくるんですよ。ほうほうほう。開始早々に、うん、でここでも5点差、うん、でこの5点差っていうのは女子においても、うん、ちょっとねこの試合は5点差つくとちょっとやばいなっていう感覚をちょっと自分は思ってたんですよ、うん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 、なかなかやっぱり、これ以上開くとやばいと、うん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 、けどそこはやっぱり岐阜城池田選手、池田選手か、うん、池田選手鬼本当に、なんで1対1来るって分かってるんですよ、もう大岡も、うんうんうん、分かってても止めれない。へえ。しかもね、最終的なアタックはどんな形でいっちゃうの、はい、池田選手って、ミドルを打つの、ランニングプレーで持っていくの、ランニングプレーでゴール下の、うん、レイアップまで持ち込んだのがほとんど多かったですね。へえ。あれでも大岡 のカバーリングって速いし体がでかいやん、速いんですよ、それどうやってすり抜けるの。実況の人もね、うん、池田の道が開くぐらいのこと言ってましたよ。マジかよ。なぜかゴール下まで道が開けましたねって言ってましたね。うそー、すごいな、ちょっと見てみたいわ。おそらくね、池田選手はピリとかでは、うん、ドライブしたら、うん、アマカとかが、うん、カバーリング行くわけですよ、うんうん、そうするとダフェイが開いちゃうわけですよ、うんうんうん、それもちょっと加味してちょっとカバー行ったらやばいな、個人さばかれるなっていうところもあったと思うんですよね、うんうんうん、だからそこは今度はパスではなく思い切ってゴールに突っ込んだんで、うん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 、これはまあ桜花の方も止められないっていう感じになったかもしれないですね、うんうん、なるほどね、はい、でここはもういけだいけだいけだっていう感じでなんとか、こう接戦に持っていくんですよね、うんうんうん、繋いでいくんや、はい、ここで、うん、これもう今回の MVP かなと思う選手は、うん、桜花の岡本選手、うんうんうん、2年生、2年生だよね、そして体格、フィジカル、うんうんうん、もう全てにおいてもうこれ止めれる人はいません。ああそう、今までも光ってたんですけどこの決勝戦はとにかく岡本選手はやばかったんですね。ああそうなんや、はい、でバスケットカウントが決まるんですけど、うん、それも結構ハイポストぐらいのミドルのシュートを、うん、相手はブロックに行ったところ、手に当たってファール、うん、でもそれをきっちり決める岡本選手、うん、そしてフリースローも決めての、うん、残り2分38対44だったかな、うん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 、はい、でタイムアウト後には今度はもう桜花は、うん、うん、甘かに、うん、ボールをつなげていくんですが、うん、この時何がすごいかなと思ったのは、うん、井上先生が、うん、38対44で、うん、勝ってるんですけど、うん、ここはもうさらに追い放したかったんで、うん、ちょっと岐阜城がミスをしてパスミスをして、うん、本来なら岐阜城がちょっと流れを変えたいときにタイムアウトをかけるようなタイミングで、うん、桜花の井上監督がタイムアウトを取ったときはこれらも素晴らしいと思いましたね、うん、残り2分44、38で勝ってるからこのまま流してもいいんですけど、うん、ここは逆に桜花がタイムアウトを取っての、うん、しっかりした指示を出してましたよね、おそらく。うーん、だから甘かにボールを集めて今度はここでバスケットカウントが飛び出すわけですよ。ああそうなんや、うんうんうん、はい、で残り1分12秒で2桁点差となります。うん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 、これはもうさっきのタイムアウト聞きましたね。なるほど、そういうことか。はい、うん、甘かはフリースロー どうなの。甘かのフリースローはね、今日もまあそこそこは外してたかな。なるほどね。でもまあ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 やったかなって感じですけどね。ダフェイの方が外してた感じですね。ああそうなんや。はい、で、うん、この10分間終えて桜花学園が41対51の10点差リードで、うん、っていうことですね、うんうんうん、でまあ最終、クォーターに突入していくんですけど、はい、
この時もやっぱり岐阜城は池田選手、うんうん、やっぱり昨日の試合を見ると池田選手はもう神でしたからね。やばいよねこの人。いやこの選手やばいやばいって分かってましたけど、やばいですね本当に。うん、うん、ちょっと体勢が崩れたシュートもあったんですけど、うん、これバスケットの神様がいるんかなっていうぐらい入っちゃうんですよね。そんな神がかっとったんや。はい、いやだって岐阜城の得点が61で、はい、池田選手の得点32ですからね。いやもう止めれないこの選手、とんでもないよね。はい、もうすっごいな。すごいですね決勝で32、しかもチームトータル61で32取れる？取れないし、身長もちょっと低いでしょあの選手。そうなの、うん、すごいよ。まあ、あと林選手2年生も良かったですけどね。対するやっぱり大岡の方は平下選手とアーマーか、ここがやっぱりなかなか止めれないんですよね。でも岐阜城は多分ここを止めないといけないっていうところで、うん、頑張ってはいたんでね、うん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 、ボールを持たさないようにとか、うん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 、そこで岡本選手が頑張っちゃう、だからもうどうすることもできないっていう状態になりましたね。うんうんうん、で、的がもう絞れなくなっちゃいました。もう10点差相手から。そうやんな。大川の方はどこで来るのっていうところで、うん、もちろん江村選手も何回かもう素晴らしいカットインをかましてるんで、うんうんうん、江村が来る、平下が来る、うん、誰が来るって分からなかったんですよ。だからもう岐阜城はもうディフェンスをやっててもわー、うん、もうどこで来るんか分からないっていうディフェンスになってましたが、うんうん、逆に大川の方はもう的が絞れてました。うん、池田だろっつって。そう、もうやられるにはやられてるけど、もうやらせねっていう感じで、うん、もう4人でカバーリング入るぐらいの感覚ですよね。へえ。だからさすがに池田選手もちょっとターンオーバーはありましたね。うん、そりゃそうよ。うん。でも本当にこの的を絞れるか絞れないかっていうのでもう大きく違いますから。面白い話よね。はい、これでも大川の方はもう井上監督的にはもう作戦通りっていう感じになったんじゃないかなと。なるほど、はい。まあ、第4クォーター残り2分の時点でスコア54-64、うん、まあ、2分で10点はちょっと厳しいなっていうところですね。うん、はい。まあ、最後まで岐阜女子は必死のディフェンス、大川もそうなんですけど、うんうん、タイムアップが61-70っていう形で、うん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 、はい、地元開催の桜花学園が優勝という形で終わりましたね。そうか、この試合も本当面白かったな。いやすごそうやな、ほんまに見たかったな俺。全くね、昨日はねもう全然見れなかったのよ。はい、だからうん、綺麗にこうやって聞けてめっちゃ嬉しい。平下選手も2年生なんですよね。見たかったな。え、なんて平下選手も2年生なんですよね。あ、平下選手2年生なんや。まだ来年も見れるんだ。うん、やばいっすね。やばいよね。俺は決勝じゃないけど、その1個目準決を見たのかな、はい、やばかったよこれも。うん、やばいっすよねほんまに。うん、でまあ江村選手もやばかったけど、まあ江村選手はねもうやばいの決まってるしな。うん、もう度胸が座ってる。うん、ほんで1年で決勝40分フルタイム出てるわ。うわすごいわ。でもほんまにいいとこ得点取ってますもん。なあ、もうほんま取ろう思ったらいつでも取れたいもんな。まあね、でもあのスタイルじゃないこのスタイルになったのもちょっといいですよね、うん、中学と違って。いい中学と変わって、はい、うん、高校になった江村はいいねですね。うん、なんか不安定な感じを、うまいのはうまいけど、中学の時、うわぁ、このセレクションで、決めてたらいいけど、落ちたりしてて、負けたりしたゲームもあったやんか。そうですね。なぁ、あれ見てるとちょっと不安定やなと思ったけど、さすが、井上コーチはこれも、仕上げてきてましたね。仕上げてますね。しかも、レベルが高くないと、わかんないっていうぐらい、攻めなかったけど。そうですね。まあ一応ね、中学時代を知ってからの、江村選手っていうのは、うん、やっぱ見てて面白いですよね。そうだな。すごい。まあでもね、女子は今回のインターハイを振り返ると、うん、やっぱり大岡も岐阜城も危ない試合がインターハイの途中であったわけなんで、うん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 、
まあ、どこが勝つかウィンターカップ本当に読めないですね。分からんな、はい、だけどこっからのまたウィンターカップ予選、うん、それから、仕上げてくると思いますね、うん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 、で両チームとも、もうウィンターカップを獲得はしてるわけなんで。ああ、そうやな、はい、うわ、まあ安城とか嬉しいですよね。嬉しいな安城、はい、そうやな、だってこれ、うん、そうやな、安城だってさ東海チャンピオンでしょ。東海チャンピオンなんですよね。なんで、ウィンター逃しでもしたらさ、はい、なんか俺悲しい、もう一回安城見たかったもんですよね。ねえ、ほんなら桜花買ってくれてるし安城出れるってことになって、いや、ね、嬉しい嬉しい。うん、まあだってあの安城の場合は岐阜城とのあの一戦で、ね、うん、勝利してたらもしかしたら愛知県のインターハイ愛知の決勝が見れたかもしれないですもんね。いや、ほんまそうやで、はい、こればっかりはね分からないけど、うんうんうん、まあ、なんとか、うん、来年5年目のインターハイは、うん、この大岡と岐阜城の対決以外が見たいですね。そうやな、うん、ねえ、来年のインターハイどこなの？九州の鹿児島とかそっちの方やったような気がするんですけど。鹿児島だっけ？熊本は違うか。鹿児島か。まあ九州の方だったはずですね。そうかそうか。はい。いいなインターハイな。インターハイ行きたいですね。なあ。まあ、兵庫からだったら鹿児島はまだあれですよね。うん、私はむちゃくちゃ遠いっすわ。兵庫からも遠いわ、鹿児島は。私はむちゃくちゃ遠いって、私も遠いっす、それは。まあでも、気合があれば行けますけどね。やっぱ気合があっても予定が埋まってたらいけないよ。予定はもう8月2日っていうのはもう、こっから開けとくんですよ。あ、なるほど。はい。で、あれセンターサークルの保護者の皆さんにもご理解くださいって先にアナウンスしとくの。そうですよ、私仕事上8月2日は行かないといけません、うん、すいませんっつって。まあもうコーチングの勉強にもなるからね、これ。そうです、そうです。開き直ったった今思いっきり。すげえ開き直ってると思った俺も。いやでもほんま お願いという形でさ、うん、はい、ちょっと見に行かせてもらわなあかんわ、やっぱり。そうですよ、逆に皆さんも一緒に行きましょうっつって、いやほんまね、ほんまそう、はい、うん、本当に鹿児島美味しそうだしね。鹿児島は美味しそうじゃないけど、はい、鹿児島のあれでしょ、はい、特産品の話でしょ。そうですよ、うんうんうん、うん、確かに美味しそうやな。まあね、福島の去年のインターハイも美味しいもんいっぱい食べましたね。そうやな、はい、うん、なんでラーメンあんなにの食ったんやろって思うぐらいラーメン食いましたね。ほんまお前ラーメン好きやね。いやいや、岸さんがラーメンいきなり4個頼むんですよ。いや、あの時はさ美味しかったんやもん。3人で行って4杯頼んでんな。いや、3人で行って4杯と、いや6個ぐらい頼みましたよ、あれ。4杯とか4か5ぐらい、4か5。あ、そう、そんなに頼んでた、はい、でも食ったでしょ全部。まあ食べたんすけど、おばちゃんもびっくりしてましたよね。いや、ほんま食べたね、うん、食べましたね、全種類っていう感じで食べましたもんね。あ、そう、そんな感じやって。そんな種類がそんなたくさんなくて、はい、どうせやったら全部食べよって言って。はい、やっぱ楽しかったわあれは。なあ、はい、その前はね、キースさん広島行ってますもんね。そう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 、やっぱりインターハイは行きたいっすよ。行きたいね。そして地元兵庫県を応援したい。そうですよ、はい、間違いないと思います。あとは昨日はあれですか、全中の話とかもちょっとされたんですか？いや全然してないね。っていうか、そうなんすね、うん、収録してないね結局。なるほど、まあ、うん、そんな時もありますよね。全中は？全中は自分手元に持ってないですが、女子の柳瀬中学が優勝したっていうことですよね。柳瀬優勝したん？はい。そうなんだ。まあ
山口全中になるんかな今年は。私多分そんな感じだったと思います。そうやね、山口全中やね。はい、飲みたいっすよね。西福岡は最後決勝戦九州の方で54対52とかで勝ってましたね。あ、そうなんや。54対52、はい、2点差。はい、対戦相手小座やったと思いますね、沖縄の。あ、そうなんや。はい、うん、西福岡もやっぱ強いっすね。強いよな。うん、まあ強いといえばやっぱり各都道府県で言うと、ちょっと柳瀬は優勝してないですね、はい、あれ準優勝っすか、3位。いや準優勝もしてない、3位。あ、じゃあ全中は出れるんすかね。全中は出れます。全中は出れる、3位やから出れる、うん、そこですね、3位ってことですね、うん、で1位は、はい、鳥石中学校。はあはあはあ、どこっすか、大阪っすか。大阪2位が優勝してます。はいはいはい。で大阪1位の薫英は、女子の話ね。はいはいはい、もちろん大阪1位の薫英は決勝で負けてます。ああ、そうなんですね。しかもスコアは52対53の1点差。いやー、いいゲームだったんだろうな。で柳瀬と鳥石優勝したところが、準決で当たってますけど、はい、これが42対74。大差やね。32点差で、だから、相当力の差あるよね、大阪。そうですね。で、8分ゲームなわけじゃないですか。うん。それで70点以上取られるってことは、やっぱり相当、オフェンス能力がある。もしくは、ディフェンスがちょっと止められないって、うん、そういう状態ですよね。そうやね。でちなみに薫英対近江兄弟社、これ滋賀から上がってきたんですけど、はい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 、これが74対52、はい、22点差っていうことになってます。薫英はちょっとね、いや、なるほど。じゃあ大阪兵庫で全中行くってことですね。そうで、はい、ちなみに3位決定戦、近江兄弟社対柳瀬、はい、これが71対36。だいぶ大差ですね。これもなんか大差になりましたね。なるほど。うーん、男子の方も教えてくださいよ。あ、男子行きましょうか。はい、こっちやな。よいしょ。はい、男子行きますよ。兵庫県から姫路高岡が兵庫1位。はい。で、A リーグに入ってたんですけど、まずこの予選リーグを姫路高岡がなんとか抜けて決勝トーナメントに進んでいったわけです、はい、そして、はい、兵庫2位の常陽は、D の予選リーグで消えました。なるほど。これちょっと残念なところだったんですけど、はい、結果からいく結果からお願いします。1位、はい、2位、3位と、はい、1位は京都精華中学校、はい、2位が和歌山県有田川町立吉備中学校、はい、で3位が京都府亀岡市立聖徳中学校、はあはあ、ということになっています。なるほど、兵庫出れないか。そう、3位、まあ、姫路高岡はね、全国大会出場決定戦、要するに3位4位決定戦で39対43の4点差で聖徳中学校に負けています。なるほど。これでも京都2位やからね。なるほど。じゃあ京都が2つ出るってことですね。でやっぱね、ちょっとまあ、強いな、この京都精華。まあそれね、去年ぐらいからずっと言ってましたからね。これ推薦とか取ってんじゃないの、あの兵庫でいう芦屋学園みたいに。そうなんすかね。これだって尋常じゃない。兵庫1位の姫路高岡中学校は京都精華に対して100対30の70点差で負けてますから。ちょっとバスケットにはなってないですね、それ。なってないよ、これ。小学校対中学校みたいな徹底プレーされる。いや、マジで。100点も取られちゃうか。ほんで30点しか取れないかっていうね。そうですね。決勝のキビ対京都精華がぐちゃぐちゃにね、キビがいかれてんのかって言ったらそうでもなくて、バスケットしてるんですよ。
77対62はバスケットですね。ね、はい、うーん、ということはちょっと待ってよ。ほんでそのキビと聖徳 D リーグから出てきた、まあ、常陽が負けちゃったとこやけど、はい、これが56対32、なるほど、24点差。だから、うん、この近畿のトップレベルまでだいぶ兵庫県遠いな。まだまだ遠いですね。うん、ちなみにこれキビって岡山なんですか？これはキビは、いやいや、和歌山、和歌山、あ、和歌山ね、和歌山、うん、の1位です。なるほど、よく聞く名前ではありますね。うん、でちょっと表現頑張ってほしいわなあ。頑張ってほしいな、はい、まあ、1年2年で何かが変わるっていうのはちょっと難しそうですけど、もうちょっと詰めてってほしいですよね。うん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 、うん、そうだよ。いやーでもね、そうですね、うん、またちょっと全中の方もあのバスターではやっぱ配信していきたいですね。もちろんよ。でできればやっぱり、ね、はい、西福岡、はい、鶴ヶ先生、はい、取材したいよね。そうですね、うん、ちょっと全中の方も幅広くこう、うん、あれ交流を深めていきたいですね。そうですよ、はい、うんうんうん、あと来年からジュニアウインターカップできるんちゃう？あ、そんなことを言ってますよね。まあね、なんかプレ大会みたいな感じらしいけど、はい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 、実験的にね、はい、うん、そうですよね、はい、楽しみよね、ジュニアウインターカップ。ジュニアウインターカップっていうのは JBA なんで、はいはいはい、うん、これはあのクラブチームが、兵庫県の場合はね、クラブチームが主体になって予選をして、はい、行くらしいですけどね。はい、うんうんうん、以上です。楽しみですね、はい、うん、以上です。ありがとうございました。はい、ちょっと朝ボケボケしたけど、いや、ちょっと、ね、俺もなんかうまいこと喋れんかったけどまあこういうバストラもね、ちょっと新鮮だなって感じてくれたらね、嬉しいですけど、ね、優しく聞いてください皆さん、もう風景が違いますもん、明るいですもん。いやほんまにいつもね、まあ、でも関東は台風ですけどね。あ、そうかそうか、はい、雨とか大丈夫やった昨日？いやいや、もう今もごっつ雨降ったんですけど、雨の音全然大丈夫ですか？全然大丈夫、全く。なるほど、もう関西ピーカーやからね今。そうですよね、甲子園見てたらそう分かりますわ、うん、そう、すっごい晴れてる、はい、うん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 、以上でございます。はい、バスケットオークラジオは、株式会社ヤング商事、株式会社オンザコートさんのスポンサードを受けて、運営されております。皆さんもバスケットボールウェア入りようでございましたら、ヤング商事は、パワーハウス、それからオンザコートはオンザコートさんの直営店がありますので、こちらでバスケウェアをお買い求めになってはいかがでしょうか。というわけで304回目のバスケットオークラジオ、皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と キーでした。 See you next time. Bye bye. Bye bye.